で、あとね、なんかすげえクレームが来た。俺んところやかな、なんか、なんか長文でね、クレームが来まして、これをぜひ、お前は考えろと、結構真面目にね、来ました。これ、てかいうみどりす、ほん、すごい来た、タイトル。ていうかみどりさ、っていうタイトルで、ちょっと読んでいいですか。超会議の超配信者ブース、マジで終わってたわ。いきなりこれですよ。超会議のね、俺と加藤とモコウとひろゆきが出たブースについてもね、ガチ意見で、もうマジ終わっていたわ。新規配信者の無駄遣いしすぎじゃね？あれ、お前からダメ出しした方がいいぞ、マジで。ひろゆき、加藤純一、モコウとか大手呼んでおいて、新規配信者にやらせることが特技披露って、てんてんてん。それ、ゲスト4人もいらねえだろ？なんだこれって思ったわ。ぶっちゃけお前もそう思ったろ。面白かったの、20のラップだけやんけ。しかもみんなが披露した特技のほとんどが、普段自分の枠でやっていないことばかり。白井は、ギターなんてめったに弾かないし、マールも、都道府県クイズとかやらないし、ウナーも、メスガキボイスとかほとんどやらないし、リリピのギフト芸とかも知らねえよ。オリキティの動画だってこのために用意したもので配信じゃやらないし、新規配信者の何を見せたかったのかさっぱりだわ。人間性も伝わらねえ。一人10分弱も与えて特技やらせるぐらいなら、ゲスト4人対新規配信者1人で交代制で制限時間トークして、新規配信者の面白さだったり魅力を引き出して売名させてあげるぐらいのことをしろよ。何特技やらせて、滑らせて、完全に会場も冷え冷えだっただろ？誰が企画したか知らんけど、マジで企画したやつに一言物申した方がいい。これは絶対にそう。そういう意見を上に言っていかないと、マジで見なくなるわ。ひろゆきとか、加藤とか、モコウとか、俺は、なんで俺の名前ないんだよ。ひろゆきとか、加藤とか、モコウとか、呼ぶ意味全くなかったわ。言え！すごい怒ってね、なんか、今回のあれについて、怒ってる方もいましたが、ゆるくっていう番組だからね、あくまでね、バラエティのゆるくで。だから俺に言ったところでね、まあ俺は客じゃないからさ、ただ、みんな結構出たウナーさんとか小舟さんとかって喜んでたんでしょ？ただかわいそうだね、ガチガチに振りブルブル震えながらさ、その泣き始めちゃってさ。で、あと楽屋室でさ、なんか、もう一点思ったのは、俺がこうやって座って、プロデューサーがこうやって指差しながら、4人組の新規女の子配信者がこうやってさ、立ってさ、こうやってさ、はいってさ、悪徳 AV プロデューサーみたいにさ、お前たちはこんなことしなきゃいけないんだぞって言ってさ、悪、ね、裸にならないと売れないだろ、この業界とか言ってさ、やってるさ、なんかその着エロの悪徳プロデューサーみたいで嫌だったんだよね、あのシーンだけ切り抜かれてるよ、なんか変なツイッターに。なあ。ねえ、まあでも活躍してほしいですよね、新規配信者さんには。本当に、そこはわかりますよ。でも白井のお父さんは若かったね。白井っていう女の加藤純一賞もらって、ありがとうございますって言ってさ、ボロボロになってさ、そんなに嬉しかったんかと思ってさ、俺なんかさ、ニニマルってやつに渡したらさ、タバコの火ガーガーってやられて、唾をペーって吐かれたんだぞ、あいつに。あのガキにさ、ね、俺が渡したやつには、男にはさ、タバコの火をグリグリグリって押し付けられて、最後にさ、ね、大ちゃんマンが佐田さんのね、死体現場に唾吐いたのに、ペーって唾吐かれてさ、どんな扱いだよ、本当にさ。タバコで火を消してやる。俺は横山の文化にはくだらないんだよ、雑魚が！でも彼は面白いと思うよ。人気出ると思う、そのうち。舞台でよくね、やったとは思うし。あといっぱいもらったよ。なんかいろんなのが、配信者たちがいろんなの配っててさ、なんかたくさんもなんか配ってたから、一応、ただでくれるっていうことで、まあ、俺もシール渡してるけど、なんかめちゃくちゃもらってきた。ちょっと紹介しようかな。これまずね、清水ガチャ。これ300円です。クソみたいなガチャガチャで300円で、こんなキーホルダーが当たりました。はい、650って書いてある。まあ、300円ガチャ。ありがとうございます。何これ？これ何ですかね？本人見たら多分びっくり。こんなに可愛くデフォルメされたキャラクターいないからね。本人もっとごっついさ、ね、つるっぱげのさ、おっさんなのに、
なんでこんな可愛くデフォルメされてんだろうな。ちなみにこれね、あのこのさ、ね、百田秀樹みたいなキャラクターがこんなに可愛くデフォルメされたら誰でも騙されんだろうな。中山秀樹容疑者がね、これですよ、この男ですよ。しかもこのね、つるっぱげのね、男がこんな風にデフォルメされたらもうね、騙されちゃいますよこれ。少しは寄せろと思うけどね、はい。ハッピーターンとか言って、こんなハッピーターン顔初めて見たよ。ハッピーになれないよこれじゃ。アンハッピーターンだねこんなのは。超過激バージョンでこんなの作っちゃってさ。これどんな粉使ってんのねえ、これなんか特殊なお菓子作ってんじゃないでしょうねこれ。おったんのフケが入って、フケがねえよ、髪がないんだから。なあ、はあ。あと名刺もなんかたくさんもらった。この色名刺。もう、本人ともう、全然違うの、もう作るなってこと。こういうなんかさ、自分もかっこよく見せるようなさ、キャラクター作らん方がいいと思うんだけど。これ、切れたナイフだって。知ってます皆さん。この切れたナイフっていうさ、どこが似てんのこれの。こういうのも違うけど、だって本人、ね、本人、これっすよ。これっすよ。暗黒元帥幹部ってなのってさ、ね。あとさ、これよくわかんないですけど、山田52歳からたくさんいただきました。12枚も作ったとか言って、ね、これ山田です。配信者の山田の、写真のこれ。絶対こんなんいらねえじゃん、こんなの。山田シリーズ、これ、誰がこんなのさ、特殊で作ったんだ、これ12枚もさ。こんなの価値がある。52歳のおっさんのね、山田の。ね、暗黒ウォーキングでも出てた。もう、デザイン一緒だろ、顔質も一緒だろ、これ、シワだらけのさ。ねえ、うわ、気持ち悪い、これ。野菜とチーズとケチャップだけのピザトーストってなんだ、こりゃ。ニヤニヤニヤ。スタンプの写真じゃん、これ。気持ち悪い、これ。オクラのスパゲティ、ズルズルブルって言ってさ。これ、何ゼロサムゲーム。どん底で、とかも。やばいな、これ。はい。で、これもまたいらないけど、まあ、300円のね。あ、いらないといいな。16番で少しはいい商品が出るかと思ったら、似たり寄ったりの、ね、キーホルダーでした。ありがとうございます。はい。あと、これ。これ。石川のりゆきがくれた XXL。でかすぎるない ?XXL の、のりゆきラジオって書いてある T シャツです。これのりさんがくれた。ね。ただちょっとサイズクソでかいから、まあ、俺にはちょっと大きいけど。いや、いるよ。だってこれ5000だよ。石川のりゆき5000で売ってた、これ。5000でね、リスナーさん5000だった。俺の T シャツよりもちょっと高いけど、5000だった。あとこれ演者のね、やつね。演者の使ってもらえないやつです。あと何来たかな？何これ？ヒマロンタイム？何これ？これなんだこれ？あとこれ、この背中のね、肉厚をね、ハンマユージロみたいな背中をね、鬼のオーガみたいな背中してるのは誰だ？正解です。豚王さんのとろみさんがね、盗撮した豚王さんがノグソ、あ、ノグソじゃないや、ごめんなさい、ノグソじゃないよこれ。なんか草むしりをねするシーンです。ここでトイレしてたらやべえだろさすがに。そんなとろみさんが撮る必要ないもんな。豚王さんの姿ですね、はい。これをポストカードとしてですね、豚王さんからじきじきにいただきました。カセちゃんですね。カセちゃんこと豚王さんです。みどりさん愛想良くなりましたねって言われた、そんなに昔俺愛想悪かったんかな、はい。まあこんだけです、なれ合いグッズはね。来年もあるんかな。でも過去最高の12万人来たって言ってたけど本当かな、あれって。結構俺スカスカだったと思ったけどな。そんなに来てた、去年より来てたかな、まあこれがね、まあこれ、ここ超会議の様子、まあこれちょっと人少なかったけど超会議の様子、で、これ出たお弁当、無料で食べれたお弁当です。スカスカ、まあ時間が悪かったじゃない。混んでるところは混んでたらしいです。
で、これが僕が買った栗田重隆グッズ。合わせてなんと3000円。ね、3点ストラップで1000円で、この缶バッジが500円。これなくしました。つか盗まれました。返してください、超会議の盗んだ人。なんでこれポンちゃん。ポンちゃんです。ポンチェキとか言って1枚1000円で売ったんですけど、無残にも誰も来なくて、ポンちゃんがポチーンとしてるんです、うん。ポンチェキって言ってね、売ったんだけど、誰も寄ってこなくて、スカスカになっちゃって、ポンちゃんが口閉じちゃったね、貴重な。怒りのあまり、見て。この悲しい表情、ポン吉もですね、さすがに閉じますよ、これは。うん、ポンチェキって言ってさ、作ったんだけど、でも7枚ぐらい売れたんかな、最終的には。うん、で、これ、王様。何気ないね、ワンショット撮ったら、王様が、決め顔しやがった。王様がね、終わってお疲れ様って言って撮ったら、もう王様がね、本当にお疲れのようで、ね、この表情ですよ。ね、これで俺より年下なんだぜ。42歳だったかな。もう白髪頭なんだけど、俺とね、これ石川のりゆき。ね、のりゆきで。だいぶ痩せてね、彼も。風格は、王者の風格ですよ。こんなぐらいかな。あんまり撮らんかったな、あとは。